はい、お疲れ様です。ワイスファクトリーなんでライダーの動画になっております。今日もね、しょうもないの動画を付き合いいただいております。Pさんでーす。お疲れ様です。はい、どうもお疲れ様です。今日も無事終わりましてね。あー。お疲れ様でした。今日もビールがうまいな。さて、Pさんね。はあ。先日の生配信でもお話をしたんですけど、ええ、その生配信見てないお仲間さんは何のこっちゃってことになると思うんで、改めまして、はい、ワイズファクトリーのね、レース企画の方でマックス・ビドッチ GSX-R125 にですね、吉村のマフラーを装着いたしました。ありがとうございます。まあ、正確にはなんていうの、まあ、ご装着って言うお装着お装着何でも5とおつけないってもんじゃねえんだよまあね最近ちょっと日本語がね、 SNS の中でちょっと間違った日本語が飛び交ってるからね、はいはいはい、ここはやっぱりあの昭和のおじさんがね、いろいろねパトロールしていかないといけないねなるほど。そんなことはどうでもいいんですよ、ピーさん。そんなことはどうでもいいんです。で、あのまあなんでマフラーをね、あの装着かっていうと、まあ、まず、ご存知ないお仲間さんに説明させていただくと、このマフラーそのものはうちの懇意にしていただいているお仲間さん、瀬名さんからご提供いただいたものでございまして、はい、で僕実はね、そこぶら下げといて、あのノーマルのマフラーで、なんていうかな、 GSX-R125 の全国のユーザーさん全てにお詫びしなきゃいけないんですけど、その僕ね、本当はね、ノーマルで走り込んで走り込んで、この GSX-R125 の組成が分かったところでマフラーを変えてとか、とかいじっていくんだったらいじっていくみたいなさ、はい、あのちょっとずつこう一般の GSX-R ユーザーの方にね、なんかこう、こういう風に変えていくとこの部品こんな感じだよみたいな説明をねしてってあげられればいいなって思ってたんだけど、まあ、今回マフラー変えちゃいましたけど、まだ全然 GSX-R のこともよく分かってないしねスキルが全然戻ってこないうちに分かってないまだ一体この子がどういう人なのか、人となりがまだ見えてこないんですよ。なるほど、関係性できてないの、まだね、うん、ちょっとまだ僕もよそ行きのスタイルで乗ってるけど、ああなるほど、まだ何敬語使うみたいな感じ、そんな感じお邪魔していいですかいやだってまだ全然スキル戻ってこないところでさ、いやただ俺のスキルがね、もう本当30年前のところに戻ったとって、もともとそこが大したライダーじゃないんだから、いやそんなことはないと思うけど、100%戻っても大したことはないんだけど、うん、で今ね全然まだこう取り戻してないところで、なんでマフラーを変えたのかというとね、もうね時間がないんだよそこもうね、この間も走りましたけど、やっぱ体はどんどん衰えていくし、で今まで、このサーキット復帰計画もコロナの影響で随分ストップしてましたしね、はいはい、その間に僕も年取っちゃったんですよ、やっぱり、うん、これはね、であとはもう一つ僕がここでもう今もう行こうって思ったのは、うん、ターさんがちょっと今苦戦してて、はい、やっぱりターさんもなかなか走り込みができないところで、うん、この間もちょっとタイムが低迷しましてね、はいはい、自分が思ってたようなタイムが出てないと、あれチャンスじゃねえと思って今一気にタイムアップしてケツにつけるようなことあれば、うん、追っかけていけるんじゃないかっていうところがあって、そこをノーマルで走り込んで自分でタイム上げていこうって思わなかったんだね、マシンに頼っちゃうかなっていう、まあ、もちろん僕もね一生懸命練習をするんだけど、うん、マシンに頼れるところはもう頼っちゃって、まあ、GSX-R ユーザーさんには申し訳ない、なんとなくこんな感じっていうねお話はしていきますけど、うん、まだ何も分かんないまま進んでいっちゃいますけどね、うん、マフラー変えてファイナルレシオの変更もあるし、うん、今度はタイヤをニューにしてね、まあ、だんだんと、やれることは、やっていこうかというような感じでマシンにも手を入れていこうと思います、はい、だからね、あれですよ、でもマフラー変えたからポンと速くなるような話じゃないですよ、そんな甘い話じゃないんですよ、うん、でも今のマシンなんかね、コンピューターとかで排気ガスの規制でもいろんな制限かかってて、うん、マフラーポンと変えたらなんかね、おお、なんか速くなっちゃったよみたいなのはもう30年以上前の話でございましてね、
今はあの車外のマフラーに変えたら性能さえ落とさなければ OK かな、うん、みたいな感じで、変えてますけど、じゃあなぜビドッチは変えるのよっていうと、まあ、やっぱ狙いは軽量化でしょうね、うん、まず一つノーマルのマフラーも見て、この現代の科学の粋が詰まったこの排気ガス規制対策マフラー、はいはい、もう超重い、このお弁当箱のところね、うん、あもう本当に燃えたもの出てんのこっからみたいなさ、うん、ものすごい、だから本当すごいんですよ。H の結集なんですけど、ちょっと重い、うん、でね、車外のマフラーはやっぱ軽く作って抜けを良くして、まあ何せ軽いね、うん、まあ、やっぱりレーシングマシンっていうのは軽さっていうのが大事なので、はいはい、うん、まあ、これで随分ねアドバンテージが、だから一般行動で楽しまれてるお仲間さんにおきましては、うん、まあやっぱ軽くなるっていうのは一つのメリットだけど、うん、あとは車外のマフラー何せねかっこいいじゃんかっこいいね、ほんとかっこいい、うん、もうこれはね吉村、うん、フルエキゾースト、GP マグナムサイクロンというやつになります。これチタンブルーってやつなのかな、サイレンサーの色、もう超かっけえじゃないですか、うんうん、でね、普通の一般で行動で楽しむ方なんていうのはポンと付け替えてね、なんとか別にコンピューターチューニングするとかさ、うん、なんかエンジン加工しないと、全然調子良くならないよとかさ、そんなとこお金使えないじゃん、ポンとつけてかっこよくなりゃいいよみたいな感じで ね、マフラー変えて楽しんでいただきたいですけど、うん、だからまあメリットデメリットっていけばね、この子にマフラーこう吉村を装着するっていうと、まあ、僕はまず一つ軽量化、はいはい、ね、あとはもう見た目がかっこいい、うん、あと車外のマフラーにすることによってね、細かい話すればね、抜けが良くなって、多少こうコース上でのこう扱いが、うん、まあ、オーバーレブ特性とかね、まあ、言いますけど、はいはい、ちょっともう一伸びがあったりとか、低中速で扱いやすくなってくれたらいいなとか期待はありますけ ど、ね、まあ、その部分はあんまタイムにはね、うん、関わってこないと思います。タイムに直結してくることがあるんであれば、ちょっと軽くなったかなみたいなね、軽くなるイコールこの旋回性能が良くなるとかっていうんではなく、あるでしょ、現実に言えば ね、まあ、ライダーがそこを掴み取れるかどうかっていうところあるわけですよ。多分俺には何もわからんいやいや、わかんないよ、これ音が違うねまだほら、ね、あ、走ってないんだから、いやで、そのフィーリングの違いを何か感じ取れたらね、でそれがまた仮にタイムにフィードバックされて、まあね、直結すればね、それはまあ逐一お仲間さんにはご報告、うん、していきたいな、うん、思いますけどね、うん、俺なんかが乗って、ね、お腹が乗ったってわかんないんだけど、あなたぐらいになればちょっとはわかるでしょうに、うん、って違うねってのが分かるでしょ、どうかなやめろ、そういうこと言う、分かる分かるハードル上げるなとにかく、はいはい、ちょっとね、まあ、マシンの方もやれることはもうじゃんじゃんやってってっていうところで、はいはい、マフラーの交換、至りました、はい、で、ね、次の練習なんかはもうだから、これ以降の練習とかね、まあ、壮行会なんか参加していくときはもう死に物狂いでやれることはもうじゃんじゃんやってって、うん、急いでスキルアップ目指そうと思ってますんで、はい、ね、何せもうレースに出るというところで、今一度草レースでね、まあ、子供たちに勇姿を見せてパパかっこいいって言わせるためにね、うん、はい、もう一回走りますんで、はい、ただ最近なんかね、子供たちがね付き合ってくれなくなっちゃったからね、そうでしょうよ、肝心な時にいないというそういうことあるかもしれないですけど、まあまあでも次の壮行会はキツネ娘来てくれるっつってるんでね、あ、本当に超楽しみなんですよ、本当本当、俺それだけでもちょっとウキウキしちゃっててさ、そうだねね、どうもすいません何の話やねんっていうねはい、で、マックスビドッチこれからね、まだバリバリ頑張っていきます、まだ全然諦めてないです、はい、まあ、応援していただければね、Tさんも今後もよろしくお願いいたします、ね、こちらこそで、ちょっとさっきサウンドチェック、はいはい、取ってありますんで、まあ、何かも参考にしてください、はい、ちょっとね、最後、サウンドチェックで締めたいと思います、こちらどうぞ、どうもありがとうございました。
ワイツファクトリー。